コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかです。6月11日の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて今回の放送で96回を迎えることができました。いつもありがとうございます。100回まで4回となりましたけれども、いやーあっという間ですね。この番組は2019年の8月2日からスタートいたしました。その時が第0回ということだったんですけど、まあ、そこから考えてももうあと2ヶ月ほどでまた2年になるんですよ。いやーすごくあっという間だなと思います。で今日もゲストの方をお迎えして CM 後に対談をお届けいたしますけれども、今回はコンビニラジオならではのコンビニオーナーさんのゲスト出演でございます。まあ、この方にはもう何回もゲストとしてご出演をいただいておりまして、一番早くてコンビニラジオの第2回の時にもうゲストとしてご出演いただきました。その時は実際にコンビニオーナーになるまでのお仕事のお話も伺うことができて、面白いお話だったなと思いましたし、私が出会ってもう数年経つ方ですけど、昔って結構尖ってたんだなとかそれがとても意外で、でも聞いてて、あ、なんかちょっと人間っぽくていいなって思ったりとか、いやもちろん人間ですよ、すごく人となりが分かるとてもハートフルな方なんですけど、なんか尖っててですね、面白いなって思ったんですよ。私も結構若い時は尖ってて、いろんな人と喧嘩しましたね。喧嘩って取っ組み合いの喧嘩じゃなくて、なんか議論をぶつけ合うというか、ただその議論に関しても昔私はまだまだ子供だったので、結構後から考えれば、ああ子供だったなっていうような話を大人の方にぶちまけてました。はい。ただ非常に勉強させていただいてね、そこからいろんな知識と経験を重ねさせていただきました。そういったこともありましてね、今があります。ということで、ウィークリーコンビニラジオというのは、コンビニ業界で働く方やコンビニが大好きな方が聞いていただいて、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお待ちしております。FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmginowan.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索フォローいただき、そちらのダイレクトメッセージから送っていただきますか、もしくはコンクリ株式会社のお問い合わせ欄よりお問い合わせをいただけますと大変嬉しく思います。皆様との双方向で作り上げていく番組にしていきたいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。それでは改めてゲストの方をこの CM の後にお届けして、お迎えしてお話をしていくんですけれども、今回はコンビニオーナーの坂本一郎さんがゲストです。坂本一郎さんは2006年からコンビニ業界に入られ、そこからもうずっと経営をされていて、現在15年ほどの選手オーナーさんでございます。私は本当に毎回坂本さんとお会いしてお話を聞くと、ものすごく勉強になることをたくさんお話しいただいてですね、いや本当にこれをたくさんの方に聞いてもらいたいって思うんです。私がコンビニ業界に入ったのも同じく2006年でしたけど、私は本部社員という立場でお店の勤務に1年ちょっと携わって、その後研修に行ったんですけど、いやもう本当もっと早く出会いたかったなと思いました。まあ、私の勤めていたチェーンが AMPM というコンビニとファミリーマートというコンビニだったので、ローソンオーナーである坂本さんと出会うっていうことは本部時代はなかったかもしれません。だからこそ今出会ってるのかもしれないんですけど、本当に出会えてよかったなって思っているお一人です。
ぜひお楽しみいただければと思います。今回も非常に面白いお話、そしてためになるお話があります。コンビニオーナーはマストで聞いていただきたい。コンビニオーナー以外の方もおそらくすごく勉強になる内容だと思いますので、ぜひぜひ CM の後もこのままチャンネルを変えずにお聞きください。それでは CM です。コンビニ社労士安須彩香のウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安須彩香のウィークリーコンビニラジオ。それでは本日もゲストをお招きしております。坂本一郎さんです。坂本さん、こんばんは。こんばんは。ローソンを、都内で4店舗経営している坂本といいます。もう3回目ということで結構常連にみたいになってきたなと思うんですけども、まあ、今日も楽しく話せればと思うのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、もうずっと坂本さんとですね、私おしゃべりしたかったんですありがとうございます。同い年ですね、はい、そうなんですよ。これもまた運命的な出会いだなと思って、本当ですね、はい、紹介してくれた、ね、間に入ってくれてる人も同学年の友達 で、 そ う、 で、ね、そう、共通の知り合いということで、いやー、トントン拍子でラジオに出て、それから1回に限らずもう数えたら3回目っていうのがすごいですねそうなんですよ。しかも一番私この番組始めて一番最初のゲストとしてお招きしたのがまさに坂本さんだったんで、実はそうなんですね。あ、そうですよね。だって第1回2回目とかそれぐらいでしたよね。そう、まさに2回目の時にもういきなりゲストで出ていただいたんで。そうですよね。あの時って多分知り合ってそんな経ってなくて、そうだけどあっという間に1時間近く喋って終わりましたよねそうなんですよ。あの時は坂本さんのこれまでのご経歴をすごくいろいろ詳しくお伺いして、はい、あ、そんなこうたどってこられたんだなみたいなのが分かった、すごいそれはそれで面白い時間だったんですけど、はい、2回目になった時にやっぱりまたそのオーナーさんとしての大切にされてるところとか、はい、あと人材育成のお話ポイントとか、まあ、そういったお話をしてくださいましたね。あ、4回目かな。じゃあ、あれ、それあってあとなんか1回ぐらい出たような気もしますよね。あ、出ましたね。あとコロナになるならないとかそれぐらいでしたっけ。なんかでも、あ、そうですね。そう、そう、その時は海外の方のその外国人採用の話を、しましたよね。それが3回目、あ、4回目ですね。4回目だ。あ、いつもありがとうございます。いえ、よろしくお願いいたします。改めて。お願いします。
ということで、まあ、坂本一郎さんはじめましてのあのリスナーさんの方もいらっしゃると思いますけど、先ほどご紹介くださった通り、ローソンを東京都内で4店舗経営されているという敏腕オーナーさんでございます。ありがとうございます。はい、今日はそんな坂本さんとまたお話をしていきたいんですけど、はい、最近のこのコロナ禍におけるコンビニ事情ってものすごい変化をたどってきたと思うんですね、はい、でまた最近になってこの1年前の緊急事態宣言とはまた違った流れが来ているということを坂本さんがお感じになっているということで、ぜひそのあたりのお話を今日は伺いたいなと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは人の流れとか、はい、そのお店を取り巻く環境、周りの環境の変化っていうところで言うと、はい、どんな変化が感じられるでしょうか。あ、まず、まあ、この1年振り返るとちょうど1年ぐらい前の1回目の緊急事態宣言って、多分人生で誰も体験したことないような、街で誰も歩いてなくてみたいな状態で、その時はもうひたすらもう守らないとダメだよねっていうような、もう業、うちのお店だけじゃなくて業界的にもなって、まあまあ、そこはそこで今となってはすごいいい勉強になって、あの、まあ、人の人件費を見直してみるとか、こういう水道光熱費とか適正なのかとか、いろいろ見直していって、まあ、廃棄も出さないようにっていうふうにやっていっていたんですけども、まあ、GoTo で少しバッて出たんですけど、また感染拡大して緊急事態っていうことでもう乱高下するような、あの1年で、まあ、ただここへ来て、特に今年感じるんですけども、この春ぐらいから感じるのが、まあ、今回の緊急事態宣言がまさにそうなんですけども、今までと違って、やっぱりもうコロナも長引いてきていて、まあ、もちろん感染を守らなければいけないっていうのはあるんですけども、やっぱり経済的にも動かなければいけないっていう状況にもなっていて、まあ、会社なり学校なりも以前みたいにもう完全にストップですっていうような流れではないなっていうのは感じてます。なので人の手も日常、はい、まあ、日常とは違いますけども、昼とかはまあ今までと比べると、ま、あの全然出てるなっていう感じはします。確かにそうですよね。なんか私も今日もちょっと出かけて、昨日も出かけてってやってたんですけど、うん、電車の中も割と人いますし、はい、ちょっと大きな街とかだと本当に人の流れって結構ありますよね、うん、ありますね。ありますよね。そうですよね。やっぱりまあ良くも悪くもコロナ慣れしてきた部分もあると思いますし、うん、っていうところじゃないですかね。まあ、あとはやっぱりずっと1年間休業とか休校できるのかっていうと、やっぱりできなくて、だから部分的には、はい、あのリモートで勉強とかをしながらも、どうしてもやっぱり会わないといけないところは、まあ、あの会食とかはなしにして、マスクを長時間外すとかはなしにして動きましょうっていうような流れなのかなっていうところで、だから私たちコンビニもやっぱり、うん、あの今までは守り一辺でやってきたんですけども、この数ヶ月はただ守りだけでいくと、なんか世の中の今度ニーズというか流れにずれてきてるなっていうのをすごい最近は感じていて、今月ぐらいからあのうちの会社の廃棄の何ですかね、目標という、廃棄の目標っていうのも変ですけど、まあだいたい1ヶ月にこれぐらい出そうみたいなのもちょっと引き上げて、この2ヶ月ぐらいは引き上げてやっていくと、やっぱりその分売り上げが上がってきてるので、はい、あのここからはちょっと攻めに転じていかなきゃいけないのかなっていうようにも感じてます。おー、なるほど、まあ、背景のそのいわゆる予算をちょっとこう大幅に取るって、大幅というか、まあ、上げて取るっていうのは、そうですね、やっぱそれだけちょっとこう攻めの姿勢という表れなんですけど、はい、まさにそれを今実感していらっしゃるということで、はい、そうですね、はい、実際なんかそのお店に入ってこられるお客様の、はいはい、例えばなんか昔というかその1年前だったら、はい、住宅立地だと、はい、今までいなかったサラリーマンの方がリモートワークでお昼を買いに来るっていう光景もあったりっていう話があったんですけど、はいはい、今はそういう感じではあんまりなくなってきてるんですかね。そうですね、まあ、もちろんそういう方とか学生さんでリモートで勉強されてるであろう学生さんとかもいると思うんですけど、以前みたいにもうそれだけっていう感じではなくなってきましたね。だから割と何て言うんですか、日中だけで言ったらコロナが起きる前とまでは言わないですけど、コロナの起きる前が100だとしたらそれの7掛けみたいな感じで、うん、なんていうんですかね、動いてるかなっていう形で、だから別にもう極端に自粛、まあ、っていうのとはちょっと違うかな。もちろん皆さん気をつけながら動かれてるとは思うんですけども、はい、
そうですよね、まあ、もう今みんな自分で各自でしっかり対策をすれば、うん、ある程度防げるんだっていうのが分かってきてますからね、うんうん、だからアルコールとかはもちろん皆さんあの店内入った時にやる方とか増えましたし、あの、うん、そういうところはすごい皆さん気にされてるなって思いますし、そうですね、はい、だから売れるものも変わったなと思います。本当にだからこの1年とかで、うん、なんか一番変化があったなって思う商品とか、はい、まあ、カテゴリーっていうんですかね、はい、でどんなものが大きくこの1年で動いたなってなんかあります？コロナ前からもそうでしたけど、特にここでこの1年とか1年半前と比べてすごい変わったなって思うのはやっぱりなんていうんですかね、各社プライベートブランドって言ってセブンイレブンのオリジナルとかローソンのオリジナルで出してるなんかポテトサラダとか真空パックのあるじゃないですか。ああいう惣菜系とか、はい、あと冷凍食品はすごい売れるようになったなって思いますね。コンビニで冷凍食品って今まではアイスの売り場の横にちょっと気持ち程度何個か置いてあるぐらいだったのが、今や冷凍食品ってもう結構主力だなっていうぐらい売れるようになったなっていう感じがします。ああ、やっぱりそうなんですね、はい、やっぱりそれってよくなんかテレビとかで巣ごもり需要とかっていう言葉で表現されるものなのかななんて思うんですけど、家である程度まとめ買いしてでその買ったものを冷凍庫に入れといて、まあ少しずつ消費していくっていうようなそういう買われ方になってきてるんですかね。そうですね、多分そうだと思いますね。であとはあれじゃないですかね、それで、まあそれまあ、これコンビニってすごいなっていつも今回も思ったんですけども、本部がすごいなって思ったんですけども、やっぱりこれだけの変化があって、でもどの業態ももちろん努力していろいろ対応はしてるんですけれども、ただじゃあ例えば同じ小売業でもスーパーとかドラッグストアだと、じゃあ何か売るものを変えたかとかっていうとそうではないかなっていう感じがするんですけども、やっぱりコンビニって昔からそうですけども、新たに今までコンビニでは売ってなかったものとかでも世の中のニーズに対応して開拓してどんどん育てていく商品を育てていくみたいなのは昔からの文化だと思うんですけども、今回でいうと冷凍食品とかまさにそうかなっていうふうに思いますね、うん、でローソンなんかだと冷凍のデザートまで出してそれがすごいテレビでも取り上げられて売れてたりとか。確かに、うん、そうですよね、うん、冷凍食品ってスーパーで買うイメージを持ってる人は今まですごく多かったんじゃないかなと思いますもんね。はい、思いますね。もういや、今やコンビニでも普通に買われるようになりましたもんね。オフィス街の私のお店で、はい、やっぱりオフィス街ってもともとザ・コンビニっていうような、はい、昔からのコンビニの買われ方だったので、やっぱり売り場もどうしてもそういう惣菜とかが弱かったんですけども、ついこの1ヶ月ぐらいで例えばパック飲料とか今もうそんなに1年前と比べたら落ちちゃってるから棚をちょっと縮小しようっていうことで縮小したんですよ。でその分何広げようかってやった時に、はい、まあ結局惣菜とかを広げたんですけど、そしたら50種類ぐらい広げられて、だけど売上が逆に店の売上が上がってて、オフィス街とはいえもう関係なくて、コンビニにもコンビニといえばこういうパック惣菜だったり冷凍食品も買うものなんだっていうような多分皆さんの認識がなってきてるんだなっていうのはすごい実感しましたね。あ、なるほどね、はい、お客さん側の認識もコロナとともに変わっていって、はい、でその買う場所が例えばまあ冷食の話がずっと出てきていますけど、はい、その冷食はコンビニで買うんだっていうのが割とこう浸透しているようなそんな感じですかね。そうですね、なんか、うん、まさにオフィス街のお店だって言ったじゃないですか。なのでもうほんと数年前までの、はい、まさに弁当とジュースみたいな、昔のつい何年か前まではそうだったじゃないですか。10年前とかもそうですけど、まあですね、そういう売り場にまだやっぱりオフィス街だからどちらかというと住宅地よりは近い売り場だったんですけども、うちの、うん、だけど、はい、これを機に、まあ、そのお弁当だって言ってもサラリーマンの数が減ってしまってたので棚がスカスカになってしまうので、じゃあ縮めて惣菜にしようとかやっていったらそれが売れてるので、やっぱりもう変わったんでしょうね、うん、コンビニでも惣菜を買うっていうのが当たり前になってきてるんでしょうね。そうかもしれないですね、はい、確かにな、なんか惣菜のイメージとかだとスーパーとかだったら結構揚げ物とか、はい、割となんかパッケージの大きいサイズの、はい、なんか惣菜を皆さん買うっていうような印象がね、どっちかっていうと私は強くて、はいはい、まあ、これは私の生活スタイルのだけかもしれないけど
でもコンビニってそれこそ一人でもう完結するぐらいのサイズ、一人で食べきれるサイズが売られてて、で最近のパッケージも結構工夫されてるから、なんかあのあれあるじゃないですか、まあローソンさんとかハンバーグとかも全部そうですけど、立てられるようになってて、あ、立てられますね、そうですね。でちょっとなんかレンジがあればチーンってして、はい、でそのままプッてこうフを開ければすぐもそのまま食べられちゃう。そうですね、はい、そうですそうです、とかね、いろんな工夫が、おにぎりとかもなんかあの汚れない、手が汚れないというか、手にそうですね、海苔とかもつかないで食べられるおにぎりが開発されてたりとか、うんうん、そうですね、そう、どんどんなんかその商品もあり方というかやり方が変わってきてるから、うん、それとともに使われ方も変わってきてるみたいな、うん、なんかなんで昔ってコンビニって多分それこそヤスさんが働かれてた頃で、今私が言ったみたいにお弁当だけ買うみたいな、カップラーメンとジュースとかそういう感じだったと思うんですけども、だから客単価といってお客様が一人当たり買うのが多分500円とか、はい、そういうのだったのは、うん、まあ今やっぱりコロナっていうのもありますけども上がってきていて、そのコロナ後を見据えた時もそういうふうに商品を拡充していくことで、例えば500円じゃなくて700円とかになってくると、うん、もちろん人口が減ったりとか、あと出歩くあの量が減ってる分お客様の数は落ちてしまいますけど、今後の商売の仕方としては500円買ってもらうんじゃなくて700円800円買ってもらうっていうようなお店になっていくと、全然また変わった展開になってくるのかなっていうふうには思ってます。確かに、はい、そうですね、はい、なんかたくさんの人にバーってこう買い物に来てもらって、はい、でこう売るっていうよりはもう一人一人のそのなんか質というか、はい、買うものの点数だったり、はい、1点あたりの単価だったり、まあ、そういうちょっと専門的な話ですけど、はい、なんかその買い物の質を上げてもらうみたいな、そうですね、そうですね、そういう感じですね、はい、だから臨時でのコンビ、うん、もそもそもコンビって多分臨時で困った時にパッて入るだったんですけど、今やもう、はい、もちろんそれはあのコロナが終わった後も多分どこよりも優位性はあると思うんですけども、それとは別にセブンイレブンじゃなきゃダメとか、うん、ファミリーマートじゃなきゃダメっていうような変わり方にもなっていけたらすごいなとは思うんですよね。でそれだけの、あの今商品開発力とかやっぱりすごいので、うん、可能性は秘めてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、デザートなんかもそうですけどね、確かに、はい、どんどん高単価になってもいいものだしですし売れますし、うん、300円台のデザートって10年ぐらい前まではあんまりなかったよな、うん、コンビニではって私も思いますし、シュークリームぐらいしかなかったなみたいなイメージはあるのに、いや本当そうですよね、はい、なんか100円切るぐらいの価格帯のシュークリームぐらいしかなかった印象がある、はい、はい、なんかもうなんか 400、500円とかまでいっちゃったらまず売れない、はい、そうですよね。アイスとかもね、はい、結構高単価のものとか昔からありましたけど、はい、そういうのもあんまなんか本当に特別な時しかみんな買わないみたいなだったのが、はい、今じゃもう本当なんか普通に生活の中で取り入れる人が増えてきている気がしますよね。そうですね。だから この10年間コンビニが取り組んできた、あの本部がすごい取り組んできて商品力を上げてきて、いろんなデザートをはじめお弁当とかもそうなんですけども、だからある意味ここでまた改めてコロナであの、まあ、打撃は受けましたけれども、じゃあ家にいなきゃいけないから冷凍食品、はい、まあ、スーパーで買う時もあるでしょうしコンビニで買う時もあると思うんですけども、その使った時にあコンビニだから臨時だと思ってたのにこんなに美味しいんだってもしなってもらえると、コロナ後とかは結構違うのかなって思いますね。確かに、もう質を もちろん臨時も売るし質も売るしっていうストアになっていくのかなって思いますね。そうですね、はい、なんかそう考えたらよりこう選ばれる要素みたいなのが、うんうん、すごく際立ってきそうな、そうですね、気がしますけど、はい、どうなんでしょうね。ただ商品力は本当すごいと思うので、これでまあ、うん、うまくあの24時間っていう、まあ、やっぱり優位性があるじゃないですか。だからそこをうまく維持できるような形になっていくと、はい、結構面白いんじゃないかなと思いますし、今回この1年でズームとかいろいろそういうツールも浸透したじゃないですか。ってことは今後、はい、まあコロナが終わった後は多分外国の方がまた日本にいらっしゃって留学したり働いたりとかもあると思うんですけども、あまたは日本人が外国とやり取りするっていう時も、ズームとかでやり取りするってなってくると時差の問題とかで夜しなきゃとか朝しなきゃとかいろいろだと思うんですけど、そういう時に24時間やってるっていうのはすごい強みになるんじゃないかなって。しかもそれが臨時の商品じゃなくてちゃんと質が高いものが24時間置いてあるっていうのは、
もう国際化の働き方をするとか、ズームとかで時差が関係なく働くってなった時に、あ、夜もどこもやってないけど、はい、いや、コンビニであれとあれとかあれを買おうって目的外としてなってくれたらすごいかなとは思いますけど。それすごい考察ですね。わかんないですけど。いやでもそうだなと思う、うん、確かに。たまたまこの前、うん、マレーシアの方とミーティングしたんですよ、うん、あ、すごいですね。その方はあの奥さんが日本人 で、うん、で日本からマレーシアに渡って、うん、で旦那さんがマレーシア人なんだけど日本で働いてた経験があって日本語ペラペラっていう感じでね、うんうん、日本語で普通に会話ができる人、うんたちなんですけど、はい、まあマレーシアは時差が1時間だからまあまあそんなに大きく時間差ってないんですけど、これがヨーロッパとか、うん、あと、まあ、ハワイとかもちょっとずれてるのかな。そうですね、ハワイは 5、6時間はずれてますよね、確か。そうそうそう、なんかあの実際にはもっとこう何ですか、日本よりも前、あ、そうです、時間が前、時間軸が前で12時間とかっていうことですよね、ずれてるのが6時間ぐらい。そう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 、日付変更線をまたぎますからね。そう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 、でもなんかまあお互いに明るい時間帯にやってるみたいなといいんですけど、ヨーロッパとかって結構逆転するんで。そうですよね。そうそう、そうするとなんか夜中の10時とか11時1時とかっていう時間からミーティングが始まるっていうケースも結構あるってやっぱ伺ってるんですよ。そうそう、でそういう時にまあまあ結構長丁場だしちょっとお腹空いたなーみたいな時に、ああそうだコンビニ空いてるってなったら、うん、これ大きいよなっていうのを今 すごい自分の中で描きました。 ありがとうございます。だから臨時兼クオリティと両方が兼ねられると、はい、昔よりかも単価も上がるでしょうし、そう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 ですね、うん、なんか夜は寝るものだみたいなのがだいぶその認識が変わってきて、はい、それこそ夜の需要っていうのがまた改めて見直される可能性は十分にありますよね、はい、そうです。遊びとかではなくて、うん、海外と仕事するとかそういうことになった時にとか、うん、そうですね、はい、いやすごいそれ興味深いな、なんかいろいろとちょっと見てみます。あの私の周りの人たちとかでやっぱ海外を相手に仕事してる人って結構いて、はいはいはい、そういう人の動きっていうのはちょっと気になってきてましたね。はい、でもこの、うん、そうですね、だから本当、うん、やっぱり商品開発っていうのはコンビニはもう強みなんで、これはずっととことん行くべきかなって思いますね、うんうん、確かに本当ですね、はい、いやありがとうございます、はい、じゃあその海外っていう話が出てきたので、はい、まあ、なんか前回の放送の時に、はい、坂本さんのお店って結構外国籍のクルーさんとか社員さんを、はいはい、雇用されてるっていう話を伺って、はい、で坂本さん自身も結構そのあたりを勉強されて、うん、まあ、実際にそれを実践されてるっていうところでお話を伺ったのでちょっと思い出したんですけど、うん、その内部の人っていうんですかね、はい、いわゆる働く人たちの事情とかその変化とかって、はい、まあ、そういったところにもちょっと話を移していこうかなと思うんですけど、はい、はい、最近どうですか。なるほど、やっぱりこのコロナはいろいろな、まあ、日本人の働く方もそうですし外国人の方もそうですけれども、凄まじいインパクトはありましたね。で、うん、まず、まあ、じゃあ日本人の学生さんでいうと、例えば外食産業とかのアルバイトっていうのが、まあ、ほぼないとまで言わないですけど、まあ、ないに等しいみたいになっていって、だそういうところからコンビニに入ってくるっていう方は当然多くなりましたし、まあ、あとは正社員の方でもそうですよね、まあ、うちはたまたまいないですけども、よそで正社員でやられてたけど、やっぱり例えば時短になってしまったとか、っていうことでコンビニに流れてくるっていう方は、かなりいると思いますね。で、外国人の方でいうと、まあ、やっぱり留学生なんかは、まあ、もちろん日本人の学生と一緒で、やっぱり外食のバイト先が時間が短くなっちゃったとかっていうことでコンビニすごい流れてきて、ただ一番かわいそうだったなと思うのはやっぱり、はい、なんていうんですかね、就職が決まってたんですけども、やっぱり会社として雇えなくなっちゃったからってなった時に、やっぱり一番最初に切られちゃうのが外国人の正社員の方で、そういう人が切られちゃった時に、実は日本人と違ってビザの関係でそうそう簡単に転職ができないっていうところで、どうしようってなって、そかそかそか、
っていう方もすごい見受けられましたね。でそこでたまたま私はその外国人雇用管理士っていう資格を勉強して取ってたので、まあだったらこういうふうに手続きを踏めばコンビニでバイトしながら就職活動できますよっていうのをアドバイスしてうちで働いてもらうっていうのができましたけども、まあ、そういうような形ですかね、うん、いや素晴らしい取り組みですよね、うん、私もう随分とそのねアドバイスのおかげで助けられた外国人の方っていらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね2人就職が決まりましたそれでこの1年あうちで受け入れて、はい、おあ実際に、はい坂本さんのお店で働いてる、まあそういうふうにもともと正社員で内定とかもらってたんですけどリストラされちゃって受け入れてで6月からまた就職が決まってちょうどっていう人とか違いますね、はい、素晴らしいすごいそれはもうなんか坂本さんのお店で働いて何でしょうねこう就職活動でも、うん、もうその経験をしっかり話せるもうネタもできてるね、そうですね、はい、いや素晴らしいなと思いますね。そうですね。それでただ、うん、ここへ来てだそういうふうな感じでコンビニ業界はすごい人手不足でもうやばいやばいってなってたんですけれども、はい、一時的にすごい緩和はしたんですけれどもここへ来て、うん、その緩和したとは言っても職がなくなってしまった、まあ、不幸にもなくなってしまった方とかが、まあ、コンビニだけじゃなくていろんなところでバイトなり正社員なりは問わず大体みんなどこかには入られたと思うんですよ、はい、うん、やっぱり1年間ずっと無職っていうわけにはいかないので、うん、でってなってきてっていうことはまあ、大体のとこ人が労働の市場としてはもう会社に入られてってなってここからが実際は勝負になっていくのかなって、はい、コンビニ業界で言うとっていうのはすごい思っていますね。で最近例えばアルバイトさんの募集を例えばしてみようって思っても同じやり方をやってもその半年前とかだとまだなんですかね、会社で仕事がなくなっちゃったとかいう人がもちろん今も多いんですけどそれより多くてバッて来てたのがその数が減ってきたってことは多分皆さんどこかに入られてんだなって思いますしコロナが終わった時はやっぱり本当にやりたかった仕事とかに徐々に戻られたりとかってなってった時にコンビニがどういうふうにまた人手不足と向き合っていくかっていうのは今から考えとかないといけないなっていうのはすごい今思ってますね。いやー本当にそうですね、うん、なんかこういう時だからこそその今人が募集しなくてもそれこそなんか募集してますかって来るような状況にもろ手を挙げて喜ぶんじゃなくて、うん、この先をまた考えておかないといけないと。そうですね。このコンビニにとってはちょっと恵まれ人に関しては恵まれてる今だからこそラッキーあーなんかバイトの人集まってよかったじゃなくてその先を見据えてないと結局またなんか元の際に戻るなっていう危機感はすごいありますね。そうですよね、まあ、やっぱりそこで魅力に感じてもらえなかったとしたら、まあ、やめてくわけじゃないですか。そうですね。また自分の好きなところに行きたいって言って、はい、まあ、一時的にいてくれたけどなかなか定着しないっていう現象が今後起こるような気はしますよね、はい、そうですね。で僕の中で、うん、今度ちょっとコンビニから外れちゃうんですけどもそのじゃあ人の採用っていうのを考えた時に実はコロナ前よりかもコロナ後の方がコンビニのアルバイトという切り口で言ったら多分採用するの厳しくなるんじゃないかなとも一番最悪のパターンはちょっと考えてます。あっていうのもまず日本人からいくと日本人はまあもちろん少子高齢化って皆さん言われてますけども本当にそうなってきてて小学生とかだと今もう一クラスとかの学校も本に都内とかでもザラにあるったりとかなので2つの小学校がくっついて2組3組にしてるとか、はい、母校がなくなったとかなってるじゃないですか。そうかそうか、そうか、はい、っていうことはそれが年々進んでるので5年後とかになった時は多分もっと5年前よりかももっと多分人がいなくなってると思うんですよね、うん、若い人が。そうですね、はい、でも10年前とかコロナ前までの出店がすごかったじゃないですかコンビニは。だから店舗数が増えてしまってるので、はい、1店舗あたりで取り合いがすごくなってしまうんじゃないかなっていう懸念が1個あって、うん、もう一つ今度外国人労働者に関して言うと、はい、海外の行き来が今制限をされてて渡ってこれないということで実は流入がほとんどない状態なんですね留学生とか、うんうん、そうですよね、はい、なのでじゃあコロナが終わりました再開しますってなっても今までだったら外国人の方に、
まあ、コンビニ業界で助けられてた部分も多分都内とかはあると思うんですけども、それは流入があっての話だったんですけど、流入がないので、でも今留学生の人たちは1年ずつ年は取っていくので、大学なり専門学校は卒業されてっちゃうので、そっか、はい、じゃあ再開して流入が始まったとしても、まあ日本みたいな経済大国ですらこんだけ打撃を食らってるので、あの新興国なんていうのはもっと多分打撃を食らってて、すぐパッて日本に来れるのかっていう問題もありますし、確かに、あとは来れたとしても、うん、外国の方なんでいきなり働けんのかって言ったら、言葉で多分2年ぐらいはコンビニの場合だと日本で生活した方じゃないとなかなか難しいと思うので、じゃあその2、3年どうするの、外国人には頼れませんよっていうぐらいの心づもりもちょっとしてます。あー、それめちゃくちゃ大事ですね、うん、そっかそっか、また流入が始まると、また新しい方が日本に来るようになると。でもその人たちがじゃあ日本語を例えば今のうちに現地でというか、まあ母国で学習して、でコロナが明けたら日本行くぞみたいな、そういう人たちっていうわけでもないですもんね。そうですね、しかもやっぱり、やっぱり現地での勉強じゃ限度もありますしね、実際に。確かに確かに、いくらね、あの日本語の勉強そこでしても、使う機会がそんなにないですからね。英語覚えんなら僕らだってここで英語の教科書やなんか聞いてるよりかもやっぱり行った方がっていうのと一緒ですよね。確かにそれはそうだ、日本語は難しいなんてよく言われますからね、なのでそこはすごい、だから今多分 そういうぐらいの想定もした上で、まあ店内体制を何ですかね、もっと何ですかガチッとした体制を作るとか、あとは採用ルートを作るっていうのを今のうちに意識しておいた方がいいのかなっていうふうにすごい私は思ってますね、その2つを。あ、それ大事ですね、うん、採用ルートなんていうのは、うん、例えばどういうのをこう何か確保しとくといいとかって、ね、いくつかもやってるんですけど、で実際もうそれで4人入れたりしてるんですけども、はい、まず日本人なんですけども、日本人に関しては、ですね、今就職活動をする大学生の方の中で言葉でガクチカっていう言葉があるらしいんですよ。学生の時に就職活動の時によく学生の時に力を入れたことって何ですかって聞かれるじゃないですか、それをいわゆるガクチカっていうらしいんですよ。はぁ、今の略語ですごい知らなかった。若いですね。もうだってもう大学生僕らの年齢の半分ですから。そうですよね、高校生だともう半分以下ですからね。やばいやばいやばい、カルチャーショックだ。じゃあジェネレーションギャップ。この前ちょっと話しておりますけど、高校生の人に生年月日聞いたら2006年生まれですから。2006年って2005年かな、あ2005年、でもそれぐらいでしたよ。でも2005年生まれで16歳17歳ぐらいですもんね。うわ、そうですだ、2005年とか6年ってそれこそ坂本さんがローソン始められた年 で、そうそうで、私もコンビニ業界に両足を突っ込んだ 年というか、まあ、時期ですからね。そうなんです、すごいですね。東日本大震災の時に幼稚園だったって言ってたんで、高校生の方、いやバリバリ働いてましたって話それちゃいましたけど、そうやってガクチカっていうらしいんですよ、今の子たちの中で。で、はい、学生の時に力入れたことなんですかって聞かれた時に、まあ、例えば言うことが勉強かやっぱり部活とか、まあサークルかバイトっていうのがやっぱり多いらしいんですよ。で、バイトを言った時に、まあ、大体の人ってバイトで何々をやりましたって言って、じゃあ2問目どういうこと頑張ったんですかって言うと、丁寧にやるとかチームワークを大切にしましたぐらいしか言えなくて、でもやっぱり分かるじゃないですか、人事の方からしたら、変な話作っちゃった文章だなっていう。なので本当にそこで言えるようなガクチカ体験をするバイト先をガクチカバイトっていうふうに言ってて、それを探し求めてる学生さんがいるんですよ結構。で逆にそこに目をつけたディズニー出身の方が NPO 法人を立ち上げて、その学生の時に自己肯定感を高める機会を作った方が人生が豊かになるし、でも就職活動って自己肯定感が逆になくなっちゃう場になってて、落とされて落とされてってなっちゃうと、でそうなるとそこから先20年30年自分なんてってなっちゃう
っていうのはすごい大きな岐路だから、学生に自己肯定感を持ってもらうために、ガクチカバイトと言われるような職場をつなぐことをやろうっていう志のある人がいるんですよ、ディズニー出身の。でその方と提携して、その方の団体にも何千人も学生が入られてるんですけど、立教大学の出身なんですけど、でうちが受け入れ先になって、だから例えばこういう仕事を勉強したいですって、その NPO 法人内で学生さんが言ってきた時に、あ、じゃあこういうことだったら坂本さんとかいいかなとか、どこの会社がいいかなってつないでくれるっていう感じですね。でなので、その登録してる時点でその学生さんは相当意識が高いので、確かに、はい、でそこでそういうルートを作りましたね。でやっぱり4人取ったんですけども、あの先行で取った2人はもうお店の月間の利益とかの表もちゃんと見せてて、おお、本当社員に準ずる仕事をやってもらってます。だそれはすごい。なのであのそういうルートができたんで、これもうその後輩を連れてきてもらいたい、その法人で4人受け入れて、その人たちがもしちゃんといい体験できました学生の時にって言ってくれると、また紹介も来ますし、そうですね、来ましたね。だ社員もゲットしないといけないですけど、いや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 、でもそこからまた社員になりたいですって言ってくれる子とかも出てくる可能性もありますよね。そうですね、ですよね、うん、まあ本を受け入れた子だと、そのローソンの中でなんですけど、アルバイトさんの中でもランクがあって、そのリーダーっていうのが一番上なんですけど、そこまで到達するので早い子だと4ヶ月ぐらいで到達しましたね。やっぱ元々のポテンシャルが高くて、はい、あの例えばもう何ですかね、最近だと明治大学の子なんですけど、あの明治大学で、うん、あのビジネスコンテストみたいなのも出て、その立ち上げはやったりとかしてるんですけども、うん、とはいってもやっぱり学校内のでの模擬ビジネスだから、実地も学びたくて、そこで坂本さんのところでマーケティングを学びたいんですっていうことで紹介されて入ってきて、ほう、はあ、すごいとか、そういうのが一個ルートですね。で他のルートで外国人で言うと、それぞれの SNS でその国その国でどこを使うかっていう特性を見て、そこに投げていくっていう感じですね。それはなんか結構前からも、それこそコロナの前からずっと取り組みされてた、そうですね、内容だったかなってすごい記憶があって、それもまたすごい衝撃だったんですけど、でそれを今は外国人でリーダーになってる子にもう現あの自分がさらっと原文書いたのを母国語でうまくちょっとアレンジしてもらって、その国で刺さる文言にしてもらって投稿するみたいなですね。すごい、いやアイディアですね、まさにね。いやなんかその採用とかって言ったら、やっぱ求人広告だとかなんとかっていうのが一般的な考え方だと思うんですけど、全く今とその内容と違う本当にルートを作られてて、でやっぱりなんかその人の動きっていうのは大きく変わってきたと思うんですけど、人が全くいなくなったわけじゃなくて、いる空間とかそのコミュニティが変わったっていうような、そうですね、そういう印象ですよね。そうですね、そうですね、今の若い人ってあまりテレビ見ないじゃないですか、とか見てもビデオで録画やっぱり忙しいんでしてて、でも今のビデオって僕もそうですけど CM 飛ばしがあるじゃないですか。あります、あります。なっていうことは CM って見てもらえないわけじゃないですか。なのに例えば分かりやすく言えば、若い人働いてほしいから、じゃあテレビ CM やろうって言って、まあ、それがまあさっきの言う広告ですけど、そこのテレビ CM での広告を出してもお金は出してんのに見てもらえなかったりとかなっちゃうじゃないですか。だから今こんだけ、まあ、SNS とかが進化してきてたら、やっぱり狙いたい層のコミュニティに直接アクセスもできると思うので、だからやっぱりオーナーさんもそういうのをちょっと考えて、自分もちろんそれぞれの店で多分求める人材とか違うと思うので、だどういう人が欲しいのか、じゃあ その人はどこにいるのかって、そこにピンポイントで行かないと見てもらえないっていう時代になってるなって、情報が多すぎるので、だそこはすごい考えていかなきゃ、このコロナ後を見据えたらもっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思います。本当にそうですね、だから終わったら考えようじゃなくて、やっぱ今から考えられるところは考えて動いていかなければ、はい、今のお話だっておそらくいろんなアイディアとかいろんな考えの中でたどり着いた一つの形だと思うので、まあ、そうですね、いろんな人に会いに行ってとか、まあとかですね、ですね、だから会って、あ、会わないなっていう時も ありましたし、だからそうですね、だからやっぱり経営者なので、何でも本部、辛い時やっぱり本部のせいにしたい時もあるのかもしれない、ありますし、ですけどやっぱり、まあそれを言っても始まらないです。やっぱりお店の中だけで
お店の中だけで完結しちゃってるとやっぱり世の中の視野とかが出ないじゃないですか、ね、だからやっぱりそこも見ていかなきゃいけないのかなって思いますね。確かにで、やっぱ常に広く視野を持つってことですね。そうですね、商品に関してはもう絶対本部が大手3社はやっぱりすごいと思うので、あれだけのものを作ってくれてるんで、それ以外のところはやっぱりもう自身で動いて考えて作っていかなきゃいけないのかなって思いますね。いやー本当にそう思います。それがまさにそのオーナーさんの経営力を上げていくっていうことだと思うので、うんうん、もう本当に今もそのいろんな、まあ、過去にこのラジオのゲストで出ていただいた方とかともよくお話しするんですけど、うん、まあ、そのここから問われていくのはそういう店舗の力だったりとか、それを経営していく力っていうのがものすごく問われてきて、うん、でやっぱりそこで 今何ができるかってことを常に考えて実践していく人はこれからもずっと残っていける、要は変化に対応していける、うん、だけどそうじゃない人っていうのはもう昔ながらのやり方しか頭の中とか行動の中になくて、結果としてだんだん自利品になっていくっていう、うんうん、社会に取り残されていくっていうことが、ね、コンビニの業界の中でもやっぱ起こってくるだろうなって、うんうん、いうことですね。最近いろいろお話ししてますね。あ、そうなんですね。いやでも本当そうだと思います。ここまで劇的にもうすごいじゃないですか、世の中の1ヶ月後前2ヶ月前とまた今で違うとか、もうそれが当たり前になっちゃってるじゃないですか、ここ最近。そうそうそう、読めないですからね。そうですよね。そう、いやだからもう本当普通の商品の発注とか一つ取ってもなんか、うん、例えば攻めようと思って攻めててそれが成功してても2ヶ月後は守ってなきゃいけないかもしれないっていうぐらいじゃないですか。だからある意味本当に変化対応を試されてるなって思いますね。だから自分もしょっちゅう、あ、なんかちょっとタイミング遅かったな、ちょっと3ヶ月前の成功に引っ張られすぎちゃったなとか、うん、しょっちゅう感じることありますしね。はあ、あります、あります。坂本さんでもすごいあります。例えば商品とかで言えば守ってることでコストとかすごい見直せて利益が出せるようになって、じゃで今も世の中多分ずっと自粛だろうから守っていこうって思ってて、でもなんか最近売り切れが続出してるような気がするな、でもたまたまかなとかってやってて、じゃあちょっと増やしてみよう、攻めモードにするよって言って社内に言ってやったらグンっていきなり上がったっていうことは多分僕の判断が遅かったですよね。あ、そうかそうか、はい、そのちょっとの1ヶ月とか2ヶ月とかはもし多分機械ロスはすごいしてるんですよね。なるほど、すごい。じゃあそこからは、まあ、反省というか見直して、じゃあもうちょっと早く決断できるようにするために何しようかみたいな。そうですね、だから逆の時もそうですよね。引く時もなんかまだいけん、今まで売れてたからまだいけんじゃないかなとか、でも今のコロナだともう本当宣言一つでガン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 変わるじゃないですか。そうですよね、うん、いや本当に難しいですよね今、うん、だから、まあ、人の意識も変わってきてるし、 そうですね、でも緊急事態宣言の重みも今と日前も違うし、そうですね、はい、まあ、だからまあ失敗と成功が分かりやすいじゃないですか、もう如実に出るじゃないですか。だからまあすごい試されてるなって僕は思って楽しむようにしてます。お前向き。いやーでもそれが経営ですもんね。そうですね、そうですね、はい、いや素晴らしいですね。いや今日も本当に勉強になる話をたくさんお聞きすることができました。いやすごいな、やっぱりこうやってまた久々にお話しすると、うん、新しい取り組みを始められてるから、うん、これは本当すごいなと思います。ガクチカバイトですか？覚えておきます。ガクチカバイト覚えておきます。なんかあれみたいな、働く目的、旗目みたいな。あ、そういう感じです、そういうことです。学生の時力を入れたっていうのがガクチカ。ちょっと若くなった気がします。いやいやいや、ありがとうございます。これ最後に話する話でも全然ないんですけど、はい、最近私ね、ローソンの、はい、なんだっけ、ミルク、はい、何でしたっけ、このドラ焼きとかパンとか出てますよね。そう、うん、そう、あれがめちゃくちゃ好きで、 あれいいんですよね。そう、めっちゃ食べてます。 ありがとうございます。僕もなんか、はい、妻にも買ってったんですけど、はい、これいいじゃんって、久々になんかロールケーキのとローソンといえばロールケーキなんですけど、それの時以来ぐらいのなんか、お、これすごいじゃん、5かなとか言ってくれたんで、
そう、私も5つけたくなったぐらい。あのどら焼きとか、ほんとめちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいですよね、あれ。もうずっと定番にしてほしいなって思うぐらいですね。ほんとそう思いますね。あ、あれ消えちゃうんですかね、いつかやっぱコラボだから。コラボだからですね。でもローソンはあれでいいなって思うのが、あの、いろんなそういう外食産業のところと今コラボした商品出してるんですけど、まあ、もちろん、あの、マグネット、お客さんを呼ぶのにもなりますけれども、あの、その苦戦してる外食業を救おうみたいなところで販路の一個としてやってるっていうのはすごいいいなって思いますね、ローソン。そういうきっかけで飲食店とか、まあ、飲食業界の方たちとどんどんコラボしてるんですね。そうですね、みたいですね。それでなんか30何種類とか実はコラボしてるんですよね。あ、すごい。今だと麺屋武蔵とかもそうです。いろんな、実はいろんな あのお弁当とかでもカレー屋さんとかいろいろなってるんですよね。そっか、はい、確かに。自然になんかそのコラボってね、割とコンビニ業界も割と頻繁に見られるようになってきて、なんかいつものコラボだなぐらいに、もうちょっと一消費者みたいになっちゃったんで私見ちゃってました。そういうことか。ガールって言ってましたね。そう考えてやっぱりコンビニ本部のそのマーケティング力とか、なんかそのもっとこうなんですか、世の中を盛り上げてこうみたいな姿勢ってすごいですよね。まあ、すごいと思いますよ、やっぱり。はい、はい、いや、あれだけでかくなって、もちろん問題も起きてますけれども、でもあれだけでかくなってるのに、うん、新しいことをやれてるっていうのは すごいと思いますけどね。なんかやっぱり大企業病とかなってきちゃうじゃないですか、本来であれば、うん、まあもちろんなってる部分もあるんでしょうけど、うん、はい、うん、はい、そうだけど、やっぱりその攻める部分に関しては最新のやっぱマーケティングっていうのをものすごく活かして、それを商品化したりサービス化してお客様に提供されてるっていう、そうですね、っていうところですからね。その力はやっぱすごいですよね。だから本当、先ほども言いましたけど、お店の人たちは商品に関してはもう本部信用を置いていいと思うんですよね。なのでやっぱり、じゃあ人とかその日々ちゃんと運営できるのかとか、24時間回せるのかとか、そこを考えるためには、やっぱりそのさっき言った採用とか他の周りのことは、お金周りのこととかはもう一経営者として考えていかなきゃいけないですよね。そうですね、そこがやっぱり一番大事なわけですからね、経営においては、ね、なんだかんだ で、 そうですね。いやいやいや、本当に坂本さん今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、いっぱい、もう本当にお話が尽きないんですけど、またぜひ、はい、懲りずにゲスト出演していただければと思いますので、はい、ぜひ5回目も機会があったら呼んでください。もうぜひぜひいつでもお待ちしております、はい、はい、ということで本日のゲストは坂本一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。
君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、坂本さんとの対談いかがだったでしょうか。本当に毎回たくさんの学びをいただいております。いつも本当にご出演ありがとうございます。またぜひ出てきていただけたら嬉しいなって思っていますし、おそらく皆さんも次がまた聞きたいと思われてるんじゃないかなと思います。ということで、ウィークリーコンビニラジオ、本日も終わりの時間が近づいてまいりました。本日もお聞きくださりありがとうございました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。